皆さんこんにちは。2020年の東京オリンピックで日本のエースとして大活躍した黒子愛さんは、幼少期からバレーボールが大好きでした。黒子さんは高校時代、超名門の下北沢成徳高校でプレーし、全国優勝を成し遂げました。その後、黒子さんは V リーグの強豪である東レに入社し、その実力を開花させました。栃木県出身の黒子愛さんは地元をとても愛しており、地元への熱い思いが知られています。黒子さんはバレーボール選手として迫力があり、パワフルで存在感が抜群ですが、同時に笑顔がとても可愛らしく、その魅力からファンが年々増えています。東レを退団した後、黒子さんは地元の上尾に移籍しました。少しの休養を経てリフレッシュされた彼女は、今後は再び日本代表として活躍することを期待しています。私たちは再びパワフルな黒子愛さんのプレーを楽しみにしており、黒子さんの活躍を応援しています。今回はそんな黒子愛さんの面白エピソード50選をご紹介します。1. 寝起き。夜ご飯の時間なのに全然起きないので、先輩がブブゼラを鳴らして起こしたのですが、寝起きのためめちゃくちゃ機嫌が悪かったそうです。 2. 小栗旬さん。黒子さんは小栗さんが大好きで大ファンと公言されています。かなりのイケメン好きだそうです。 3. お姉さん。黒子さんがバレエを始めたきっかけは、お姉さんがバレエをやってた試合を見て自分もやりたいと思い始めたそうです。 4. 水泳。水泳も幼少期の頃にやっていたそうですが、バレエの方が楽しいこともありすぐやめてしまったそうです。 5. 貫禄。黒子さんはバレエするには恵まれた体を持っており、その場にいるだけで圧倒されそうな貫禄がありますね。先輩も貫禄は一丁前にあると絶賛されています。 6. 笑顔。黒子さんはとにかくよく笑っている印象があります。この笑顔が可愛くてファンに愛される秘訣なのでしょうね。 7. 負けず嫌い。幼少期の頃はじゃんけんや運動会の徒競走で負けるだけで泣くくらい負けず嫌いだったそうです。今でも勝ち負けの関係ない練習前のウォーミングアップでも負けたくないそうです。 8. イライラ。黒子さんは負けるとイライラが収まらないそうです。人前ではニコニコするそうですが、自分の部屋に戻ってからはとにかく暴れまくるそうです。大変ですね。 9. お父さん。お父さんはバレエの経験者だそうです。先生のような感じで自分のためになる話をしてくれるので、お父さん大好きという感じだったそうです。 10. お母さん。母には反抗期があったそうです。母は勉強しなさいとか、早く寝なさいとか、分かってることを何度も言うので鬱陶しかったそうです。 11. 堀江美由紀さん。黒子さんはバレエの名門高校である下北沢成徳高校を選びましたが、この高校を決めたのは同級生の堀江さんが一緒に行こうと誘ってくれたからだそうです。堀江さんが誘わなかったら全日本選手になっていなかったかもしれません。堀江さんに感謝ですね。 12. 木村沙織さん。黒子さんは高校の先輩でもある木村沙織さんの後継者とも言われている逸材です。でも木村さんに会ったことがあるのに覚えていないと言われた時はショックだったそうです。 13. アタック。黒子さんの持ち味は何と言ってもパワフルなアタックです。中学時代はアタックが強烈すぎてブロックしたチームメイトの小指を骨折させたことがあるくらい破壊力抜群です。 14. 大野さとしさん。嵐の大野さんが大好きだそうです。暇さえあれば大野さんが出演している動画を見ているそうです。 15. 座右の銘。黒子さんの座右の銘、笑う角には福来たるなんだそうです。どんな時も笑顔なのは座右の銘を大事にされているからなんですね。 16. ショートカット姿。自慢だったロングヘアを
35センチ切ったショートカット姿で登場されましたが、これは病気などの理由で毛髪の問題に苦しむ人へ切った毛髪を寄付するヘアドネーションを行ったことを明かしています。17ディズニーランド。バレーボール選手でなかったらディズニーで働く夢を持っていたそうです。夢の国でとにかく働いてみたかったそうです。18勝負飯。黒子さんの勝負飯は牛乳寒天だそうです。大好きで牛乳寒天を食べたら頑張ろうと思えるのでよく食べていたそうです。19縄跳び。黒子さんは縄跳びが得意だそうです。ジャンプなどバレエに必要なトレーニングも兼ね備えているようで、練習の一環でやっていたら得意になったそうです。20身長。身長が高い黒子さんですが、身長をさらに伸ばすために牛乳を毎日のように飲んでいたそうです。21未来。モンスター。黒子さんが高校の時にすごい選手がいるとテレビの未来モンスターで取り上げられています。その時からよく笑う可愛らしい子でした。22足のサイズ。身長もそうですが、足のサイズが黒子さんは大きいです。サイズは 26.5 トビックで買い物に行くといつもサイズがないそうです。23パンツ丸見え事件。試合直前でウォーミングアップをしていて、いざ試合が隣ウィンドブレーカーを脱ぐとなんとパンツ姿だったそうです。黒子さん曰くユニフォーム着るの忘れちゃったと笑っていたそうです。24帰宅部隅っこ大作戦。中学の頃バレーボール部員が5人になってしまい、チーム存続の危機になったそうです。黒子さんは帰宅部の子をバレーボール部に勧誘し入部させたそうです。そして帰宅部だった子をコートの隅っこに入れてなんとか試合したようです。25風邪ひいた事件。高校1年生の時の春高バレーが終わり、なんかだるいなと熱を測ったらなんと39度。39度あるにもかかわらず向かったのは病院ではなくトレーニングルームだったそうです。39度熱があるのになんと筋トレを始めたらしいです。26フルーツ大好き。祖父が農家をしていることもありフルーツがよく送られてきていたそうです。特にイチゴが大好きだったそうです。27野菜嫌い。実は小さい頃は野菜が全般的に苦手だったようです。こんなことを言うと農家の祖父に怒られちゃうので、あまり大きく話は広げてないそうです。28ピアノ。黒子さんは幼い頃ピアノも習い事で通っていたそうですが、バレエの方が全然面白いとピアノはすぐにやめてしまったそうです。29モンブラン。黒子さんはケーキが大好きで、その中でもモンブランが大好きだそうです。黒子さんが好きな食べ物は大体糖質と脂質でできているそうです。30ショッピング。休日は友達とショッピングによく行くそうです。特にコストコはビッグサイズが多くて買い物が楽しいそうです。31ストレス解消法。黒子さんのストレス解消法は美味しいものを好きなだけ食べることなんだそうです。特にスイーツを食べると幸せってなります。美味しい食べ物はアスリートの敵でもあるので要注意ですね。32特技。特技はどこでも寝ることができることという、なんとも図太い性格であることがわかる特技ですね。33トランプマジック。黒子さんはトランプが大好きですが、トランプのマジックをすることにハマっているそうです。みんなが驚く姿を見るのがたまらないそうですね。34勉強。勉強は意外と言っては失礼ですが、かなりできるようです。母が学研教室を運営していたので、そこで一緒に勉強をしていたそうです。35映画。中高生の頃は週に一度のオフの日には部の仲間と映画を見に行くことが多かったそうです。休みの日は体をなるべく動かさないで遊びたかったそうです。36理想のタイプ。
黒子さんの理想のタイプは優しい人が良いそうです。練習で疲れた上に喧嘩するともっと疲れちゃうんで、優しくされたいんだそうです。37、おしゃれ。黒子さんは私服センスが抜群でとてもおしゃれな方です。ショッピングでは服が大好きなので服ばかり買ってしまうそうです。38、チェキ。黒子さんはチェキを印刷してコルクに貼り付ける作業が趣味です。意外と細かい作業が好きなんですね。39、苦手。黒子さんは料理が苦手だそうです。パスタを初めて茹でたそうですが、黒子さんにとってはキッチンに立ったことが奇跡で成長らしいです。キッチンに立ったことに対してまずは褒めてほしいそうです。40、めんどくさがりや。お菓子とかイベント的なものは作らないですか？と聞かれ、クリスマスに何か作ろうと思ったんですけど結局やらなかったそうです。いつもやろうと思うで終わるそうです。41、お酒。お酒は強くはないそうですがたまに飲むそうです。飲むとめんどくさいとよく言われるそうなのであまり飲まないようにしているみたいです。42、怖いキャプテン。黒子さんは笑顔がとても似合う方ですが、高校の時はキャプテンという肩書きもあり、仲間に対してあえて厳しく接していたようです。みんなから恐れられていたこともあり、なかなか辛かったようですね。43、几帳面。黒子さんは何かと豪快なイメージがありますが、実は授業で取ったノートを丁寧にまとめ直すことが好きなんだそうです。結構こだわりと完璧主義なところがあるようですね。44、中田久美さん。黒子さんは全日本の監督を務めていた中田さんからエースに任命されました。中田さんは怖いイメージが先行していますが、黒子さんは中田さんのことを怖いと思ったことは全くないそうです。45、黄金コンビ。埼玉アゲオメディックスに移籍した黒子さんですが、高校時代のチームメイト山崎ののかさんとまた同じユニフォームを着ることになりました。二人は黄金コンビとしていつもぴったりで今後の活躍が期待されています。46、暴飲暴食。黒子さんは食べることが大好きすぎてついつい暴飲暴食をしてしまうことがあるそうです。次の日の体重計に乗るのが恐ろしいそうです。47、ファンサービス。黒子さんはファンサービスが大好きです。オールスター戦に選ばれ自分のチームのユニフォームを着ずに他のチームのユニフォームを着て試合に出続けてファンを喜ばせていました。48、モデル顔負け。ユニフォームを脱ぐとモデルさんみたいな美貌とスタイルを兼ね備えており、ファンはメロメロになっています。本人曰く二の腕さえ隠せれば大丈夫だそうです。49、普通の女の子。黒子さんはバレエを本気でやってるため結構ガサツなイメージが先行していますが、実は普通の可愛い女の子なんです。50、石川真由さん。黒子さんは高校が同じで一つ年齢が下の石川さんを溺愛しています。上下関係を感じさせない二人の関係性がとても良いですね。いかがでしたか？今回は黒子愛さんの面白エピソード50選をご紹介しました。本当に色々なエピソードがありましたね。これからの活躍も期待して注目していきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。